っぷりと日が暮れて桐生常滑に続きますナイターレースという感じになりました EBR 江戸川競艇。今回は第18回内外タイムス杯をかけての優勝戦、11回目のファンファーレが優勝戦第11レースの開始を告げる中ピットを蹴りましたベスト66選手。初日ピンダッシュピンを2本並べてこのレースでは通算 V11 回目をかけます1号艇東京浦田信義に、江戸川での優勝回数6度目 V6 なりますか2番群馬のベテランは福田英二、そして3番4番はプロ初 V を目指します九州の若手3700番台3号艇福岡の西村秀樹に、4号艇が佐賀の前田昭弘、そして5号艇は江戸川の初 V をかけての出走は広島の吉岡正弘、そして6号艇ポイント第15位からの逆転優出、初日の江戸川選抜戦メンバー優出全滅を辛くも防いだのがこの6号艇愛知の山田昌司です。以上のベスト6が競います優勝戦第11レース、それぞれのコースに向かいました。コース争いはなく旋回の弧を描いて1、2、3、4、5、6とコースに入ってまいります。1コース浦田、2コース福田、3コース西村、4コース前田、5コース吉岡、6コース山田、6選手ベスト6、果たして優勝は誰か、1番、2番、3番、4番、5番アウト、6番で優勝戦スタートを切りました6選手、いずれも速い飛び出しですが最初のターンマークインから1号艇浦田が逃げます。いずれも速い飛び出しでしたが1号艇がトップで1マーク逃げ切って回ってインディングを決めました。後ろ内側2番の福田英二、福田が安定審査に詰めてその後ろ一定審査で3番の西村秀樹、1番2番3番いずれも好スタート好ダッシュ早いスタートを切りました。6艇でしたがインから逃げて1号艇の浦田信義、人気の浦田しかし外膨らんだ、外膨らみながらも先頭キープか、内をついて3号艇上がってきた、3号艇上がってきた、1番の浦田信義旋回後コートを煽られて現在4番手まで後退で3号艇の西村秀樹初 V へ向けて優勝戦2周目に入ってトップに上がりました。3号艇は西村秀樹です。江戸川で九州の西村が初 V を飾るのか、3号艇西村秀樹が2周目向こう上面では先頭に立ちました。3号艇西村秀樹逆転トップに上がりました。優勝は浦田かと思われましたがこのレース逆転、1周谷田マークを回って冒頭がばたついた1号艇浦田、浦田は後方交代で3号艇西村逆転で2周目谷田マークもトップで回りました。そして巻き返してまいります浦田信義ですが現在2番手の位置、3位体系3番1番で優勝戦はレースあと1周600ラストの周回に入りました。波乱となりました優勝戦第11レース、今年の第18回大会内外タイムス杯は人気を集めた1号艇浦田、1番人気の浦田を抑えて3号艇西村秀樹、江戸川でプロ入り初 V を向けて最後のバックストレッチ回走が続きます。4艇身5艇身と水分けて3号艇西村秀樹、福岡の若手5番3722番西村が最終ターンマークもトップで回って初 V までいよいよあと 80m となりました。追い込んでくる1番浦田届かず、3号艇西村秀樹がプロ入り初 V 優勝の後2着は1号艇準優勝1号艇浦田。第18回内外タイムス杯1着3番西村秀樹、2着1番浦田信義、連勝短式3番1番1000飛び90円4番人気でした。